まあ最大のいいところはですねやっぱり軽いですから単純に言うと鉄の3分の1の重量ですからねまず、まあ、省エネイコール軽量化そのためにはもう一番近道なんだ船体が軽いためより多くの魚を積むことができるアルミの漁船道内の海で活躍するアルミ船のほとんどは厚岸町のこの造船所で作られています今回は アルミ加工で道内最高峰の技術を持つ雲上船舶工業のものづくり魂に迫ります1967年設立の雲上船舶工業創業者の会長はもともと船大工でしたが 会社を起こしてすぐに FRP 線を手掛けるようになり、80年代に入ると、いち早く、アルミ線の建造を始めました。完成はこういう形になるんだけど、平らに幾何学で展開していって、平らな板を切って型,型紙を作ると、この板1枚1枚が全部、原図で展開されたものをで切って、冷感でできるだけ曲げれるところは曲げると。で熱を加えてね あの細かい修正をしして、てつのパツにして軽く腐食に強いアルミですが加工や溶接の際にわずかな温度の差で変質するため扱いいが難しい素材です熱を加え,る加えれば加えるほどどんどん,どん材料も硬くなってきますので鉄の場合は同じ曲げててもです、ね、あの焼いて赤くなって叩いて伸ばすとかあと表面ある程度焼いて。 水をかけて縮めるとかそういう風にしてどん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 曲げたものを作っていくんだけどアルミの場合は熱加えて縮むことは縮むんだけど伸ばすってことは全くできないんで溶接にはさらに高度な技術とスピードが求められます700度で色変わらないで勝手に溶けてもう落ちてしまうというのはあの非常に見て分かりづらい材料なんでデリケートなアルミの溶接のため 建物の中で船を作りますさらに溶接の効率を上げるため船を逆さまにして建造することもそして扱いが難しいアルミを効率よく加工するにはパーツの形や数をどう設計するかが重要だといいます。一番の強みはです、ね、やっぱり設計からまあ原図、加工、完成まで 一社,この社内で,です、ね、ほとんどできるというのが一番の強みかなと、設計からできるだけ少しずつ手のかからないようなやり方とかですね、そういう設計を心がけて FRP 線に比べ、価格が高いアルミ線ですが、過酷な環境でたくさんの魚を取る北海道の漁業には適しているといいます。まず簡単に言うとですね それだけの有料な漁業がまだ残っているってことですね短期間で大量水揚げと同じトンスをでも不力が非常にあるわけですそうするとしけなが走ったりですねそういう悪条件の中でも非常にやっぱり安全性が高いと漁船のイノベーターを自負する雲城社長長崎の造船大学で学んだ知識をベースに船の構造だけではなくパーツなどの発明も続けてきました もともと好きだっていうのはありますけどもね、この船作りの中で、人とね、やっぱ同じものというのは、やっぱり一歩先行くためにですね、いろいろやっぱり新しい工夫とか、新しいことをやっていかないと、進歩していいかないアイディアを数値で証明するため、工業試験場や国の水産工学研究所との共同研究にも取り組んできました。昔とはですねやっぱり ただ思いつきでやってみるかじゃなくて、やっぱりそういう研究機関とですね、うまくつながることによってです、ね、きちんとあの、きちんとした実証された中で、それに取り掛かれるというのが大きな今の違いかなと。そんな運上船舶工業のものづくり魂とは��目標はですか、やっぱりあの、ね、こういうものづくりの会社として、やっぱりものを形にしてですね、 あの社会に貢献するというのは一つの、ね、大きな役割なんでどんどん新しいこと新しいものを考えてですねあの新しいものを作ってですね漁業界とかやっぱり社会に貢献できるようなそんな会社を目指したいなと思って